こんにちは。 YouTube を簡単に使いこなしていますか？今回はね、 YouTube スタジオ、 YouTube アナリティクスに新しいね、動画の指標みたいなやつのベータ版が表示されるようになっております。一体どういったものかね、今回はその確認をしてみたいと思います。YouTube スタジオチャンネルアナリティクスのページです。概要のタブが開いてます。その一番上、順調です。一本の動画への関心が高まったこともあり、チャンネルの視聴回数が 35% 増加していますって書いてます。その右下にベータ版って書いてますね。はい、左下詳細をクリックします。はい、そうしますと、さっきの、タイトルの下に、状況って書いてますね。先週は他の動画の次におすすめに表示された1本の動画を視聴した視聴者が増えています。動画は視聴者のアクティビティに基づき、視聴者が興味を持つ可能性がある場合におすすめに表示されます。例えば視聴者が現在視聴しているトピックに関連する動画や過去に視聴した動画に似た動画がおすすめに表示される場合がありますって書いてます。おすすめに関する指標ですかね。その下にデータが書かれてありますね。そしてそのグラフの下に、視聴者はこの動画に特に関心を示しています。関心を持っている動画、大人顔負けの可愛い踊り手さん、第32回ヒューガひょっとこ祭り夏祭りの動画ですね。でその下、あなたの動画は次の動画に続いておすすめに表示されていますということで、これね、YouTube のおすすめ動画に関する指標データが表示されているということです。まあ、これをね、参考にして、まあ、この大人顔負けの可愛い踊り手さん、第32回ヒューガひょっとこ夏祭りの動画をまたバン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 ね、PR 宣伝していくことによって、またより多くの方がこの動画をね、視聴するということにつながっていくのではないかなと思ってます。はい、皆さんもね、こういったデータが表示されたら活用してみてください。よろしくお願いします。はい、今回はね、YouTube のおすすめ動画に関する、ベータ版の指標についてお話をしました。ぜひね、活用してみてください。はい、ということで、今回はこの件で失礼します。 YouTube について作ってほしい動画ございましたらね、コメント欄にリクエストよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。